こんにちは。弊社のチャンネルへようこそ。ここでは最新のニュースと印象に関するコメントやフィードバックを共有するために集まります。この会話の一部となるためには購読を忘れなく。では始めましょう。日本の自民党派閥政和政策研究会安倍派が関与する政治資金パーティーにおける政治資金規正法違反事件で、東京地検特捜部が西村寛実、前経済産業省や下村博文、元文部科学省ら複数の派閥幹部から再度の事情聴取を行ったことが判明しました。特捜部はパーティー収入の一部が所属議員に還流された疑いを調査し、幹部に対する立件の可否を検討しています。派閥は過去5年間に約5億円の還流を報告書に記載せず、特捜部は会計責任者を法違反容疑で起訴する方針です。安倍晋三元首相が還流の廃止を示唆したが、彼の死後に派閥幹部が再び還流を継続する方針を取り、一部は還流分を個人パーティーの収入に計上していたと報じられています。特捜部は議員側にも及び、自民党衆院議員の池田圭隆氏が虚偽記入容疑で逮捕され、その事務所では還流に関するデータが隠滅された疑いも浮上しています。年末年始の休みを返上して頑張られている特捜部には申し訳ないけど、これで逮捕されなかったら国民は絶対に納得いかないし、裏で金でももらったのかと思ってしまう。また金の代償に関わらず関与した者は二度と議員バッジをつけるべきではない。そこらあたりは地元有権者はしっかりと引導を渡してもらいたい。国民には増税、社会保険料増額と増税ばかり、インボイスに電子帳簿と煩雑で手間も時間も金もかかる作業を押し付けておいて、自分たちは裏金に脱税疑惑、20万円以下は帳簿に掲載しないとか、ざるででたらめ、金額が少ないとわけのわからない領収書き出してきて、収入と支出の記載漏れだけで脱税ではないと逃げるのでしょうが、感情的には1円でも許せないので全員立件してもらいたいです。この件に関しては特捜部に期待しています。検察としてもやはり西村さんの立件は当然視野に入れているだろう。特に安倍さんの叱責によりやめたはずのキックバックがなぜかその後も続いたかがこの問題の肝だ。その意味でこの人と高木さんに対する捜査は特に重視されなければならない。いずれにしても国民が納得できる結論が出ることを期待したい。なぜに西村氏、下村氏は政治規制法違反で逮捕に至らないのですか。絶対に上級国民だからと言っての忖度は許されません。我々国民が増税、物価高騰での困窮生活を強いられている時に、議員閣僚方は政治資金パーティーキックバックで私利私欲での裏金作りに勤しんでいたことは国民に対しての裏切り行為でありますので、絶対に許容できません。この機に及んで特捜部は徹底した真相解明の精査を行うべきだと思います。立法を行う国会議員が不都合なお金の流れを会計責任者のせいにする法律を作っている。これからは会計責任者が記載漏れができない仕組みを作ってほしい。今のままではほとぼりが冷めれば同じことが起こる。収入について怪しい団体からの寄付も細切れパーケンなら許されてしまう。役人との癒着、購入者との癒着が起きる可能性が高まる。支出についてお金を使って仲間を選挙で当選させたり自分の地位を固めることが可能になる。権力者にお金が集まる仕組みは汚職や権力乱用につながる。金の集め方とその性質、使い道が本質的問題だ。指示の有無で立件するかどうかが決まる。不記載は安倍派幹部による指示があったと考えないとおかしい。これまでの聴取で指示があったことを伺わせる話があるのでしょう。この裏金事件は自民党全体に広がっていることであり、安倍派だけではないことについても国民の関心は広がっています。政治家本人に当然責任があり、自らを律して出処進退を決めなければならないが、多分自らを律することなく秘書が勝手にと信頼回復のためになどとわけのわからない答弁をしてことを済ませてしまうだろう。その政治家を選んだ地元の有権者はこの先どうするのだろうか。思考を止め、義理立てしたり甘い汁を吸おうとしたりして一票を投じるのだろうか。責任は政治家当人だけではない。地元の有権者にもその一端があると肝に銘じて投票していただきたい。それが国民主権国家である。政治資金規正法はよくザル法と言われるけども、そのザル法すらも破って裏金をやり取りしていた議員たち、金額の代償で立件、
処罰の可否を決めてはならないと思う。法を破った議員は全員アウトだ。検察は速やかに全容を明らかにしてほしいが、次の国会までと期間を区切ることなく徹底的に捜査すべき。安倍派幹部が立件されて叱るべきだ。池田議員が逮捕され、大野議員と谷川議員らも五国立件される。この3名に関する非議事実は個々の政治団体における政治資金収支報告書に対する不実記載だが、収支未計上の対象は安倍派からの勧誘資金である。だからこそ安倍派の収支報告書も捜査対象になるのであり、しかも同派会計責任者は不実記載を自白している。だといえその人物の単独犯行であるはずはない。そもそも単独で犯行に及ぶ動機がないであろう。間違いなく安倍派幹部からの指示に基づいて同派政治資金収支報告書への不実記載が実行され、その報告をした上に同派幹部の了承を得たはずだ。ではどの時点で一連の事実があったかであるが、それは安倍派所属議員への資金勧誘を継続させる協議をした時である。その折に同派政治資金収支報告書への未記載継続を決定し、それ以降も勧誘資金が計上されていないままなのだ。よって幹部の起訴は免れない。違反だと知りつつ収支報告書に記載しなかったことは確実だ。実際の会計処理は事務方の会計責任者らが担うが、法に触れる判断を事務方だけでできるはずがなく、派閥事務総長や各議員の了承を得た上での不記載なのだ。安倍派が派閥ぐるみで法律違反に該当する裏金捻出を手いた疑いは限りなく濃厚だ。その前例のない組織犯罪の中核にいたのが事務総長経験者だ。派閥の会計責任者だけが立件され、安倍派幹部が立件されないのであれば、法全体への信頼を大きく揺るがす深刻な事態になる。検察には前例にとらわれず厳しい対処を期待したい。権力への忖度や取引がないように願います。秘書だけの判断で行われることではないのでは。証拠処分の時間を与えたのは残念だけど、ここは検察組織が権力からの独立をしているまともな状態のためにも頑張ってほしい。特捜部は特に西村と下村には慎重に再聴取しているのかもしれないですね。おそらく西村も下村も確信犯だと思います。確か西村がお土産を秘書に買わせて他の議員に配るから領収書をもらってこいと言ったが、領収書を忘れた議員に激怒したと。金に汚いから、まあ裏金問題も当然といえば当然かなと思う。下村も裏金問題と旧統一教会の件があるから、まず信用はできないですね。両者とも政治資金収支報告書に記載しないで裏金を貯め込んでいた可能性は極めて高いですね。知らなかったで責任追及できないのであれば、やはり仕組みに問題がある。管理できないのでれば一切の政治献金をやめるべき。政治献金する側とすれば、何かあった場合に便宜を図ってほしいか、政治家からの嫌がらせを避けるために献金しているのではないか。日本の未来を託すために献金している企業個人はどれだけいるだろうか。献金があれば便宜を図りたくなるだろう。政治家への一切の献金はやめるべきである。法律を作る立法府の国会議員が自ら法律を破ることの重みは、一般国民が法を破るよりはるかに重い。特捜部はそのあたりもしっかり認識されていると思います。特捜部の良識と熱意に期待しています。大企業や支持基盤に忖度するためのパーティーから収入を得て、その上裏金まで作って、その資金で選挙を戦って、何が民主主義か。本当に地盤や支持団体という理由だけで記名式でもない選挙でこんな国会議員を支持し続けて、未来ある子供たちに対して顔向けができるのか。今こそ日本国民一人一人が考えるべき時だと思う。検察側の最終目標は西村さんという話も以前からあったし、その前提での年末年始返上だったんだろうなと思っていたところでの再聴取、しかも他に下村博文さんもということであれば、ほぼ外堀は埋まっているから最後の証拠固めという意味合いと見ましたけど、これで結局は立件できませんでしたとなれば、特捜への批判炎上にもなるだろうから、面目にかけても最後まで行くと思うけど。政治家の罰
この罰は2つある。1つ目が司法的罰である、要するに犯罪的罰である。そして2つ目が司法的罰は受けなくても政治家としての政治的罰である。有権者はしっかりとこの2つの罰を理解と納得して選挙ごとには見極めることが責務である。鉄板の支持者も盲目に自民党もしくはその国会議員を支持することは正義ではないことを自覚しなければならない。犯罪もしくは違反ということを認識していたはずなので、金額に関わらず逮捕してほしいです。逮捕しないと国民に間違った認識を与えかねないので、悪いことをすれば捕まることを示すのは大切。金額の代償に関わらず関わった人物は全員逮捕で辞職が当たり前。何年も前から常習的にやっていたのだから非常に悪質。国民には増税にインボイスを強制的に押し付け、自分たちは脱税三昧、これで関わった人物全員逮捕されなければ国民も同じことをしても良いということになる。議員全員にもインボイスのようなことをやらせ、金の流れを1円単位まで国民に公表するべき。できないのであればインボイスは廃止にするべき。政治家はお金がかかると言われているけど、なんでそんなにかかるのって思ってたけど、先日田中真紀子さんが地方議員がたかってくると言ってて、そういうことかと思いました。その地方議員にたかるのが地元の有力者となり、それに関係ない庶民は波の生活を送るのみで潤ってるのはほんの一部。何か生活するのに頑張ってるけど、誰のために頑張ってるかわからない。池田議員が逮捕されてすぐに除名処分になったのが当然だが、ならば安倍派の5人衆党の幹部議員たちが逮捕や立件されても除名処分にすべきだが、自民党としては幹部は逮捕や立件には至らないと踏んでいるのではないか。そうでなければ即除名なんてしないのでは。警察も複数の国会議員を立件するのが精一杯で、それで手打ちとする気がする。すでに裏で話がついているのでなければ良いのだが、政治資金規正法違反で終わらせる問題ではない。その先に政治と金の本質がある。つまり使徒について持ち代だの小売代だの隠語が飛び交うが、要は票集めの賄賂だろ。国会議員から地方議会議員へ、あるいは反対に派閥の領収へみかじめ料を納める、またはパパ活だか不倫だか知らんが、家族に知られたくない遊興費として、これらに使われる現金すべて、送る側ももらう側も贈与、所得税法違反の脱税だ。もちろん広島の河合同様に収賄事件にも大きく関わってくる会計責任者との共謀などと軽微な罪状ではなく、批判者として手にした裏金をどのように使っていたかを掘り出すことが裏金疑獄の本質といえる。少なくとも秘書がその金で遊びに興じたわけでなく、議員が懐に収めたわけで、最低限所得税法違反として立件すべきだろう。西村はキックバック再開を決定した張本人。この西村を立件しないなんてありえない。西村は大規模不正発覚後も証拠りもなく架空パーティーなる詐欺で奇襲金をしていた。しかもバレると誰が漏らしたんだと激怒したらしい。おそらくキックバック以外にも多額の裏金作りをしていたに違いない。ぜひとも記書や略式記書の基準を下げて、少なくとも事務総長経験者は立件、できれば多くの国会議員を立件してほしい。そうしないと、この程度なら大丈夫だと鷹をくくって、また不正還流が繰り返されてしまう。